クワミズ病院は、社会医療法人、吉和会が、熊本県熊本市中央区に設置する病院。救急国事病院。日本睡眠学会専門医療機関。公益財団法人日本医療機能評価、気候認定病院は、サード G、バージョン1.0、2015年6月5日、認定、2020年5月29日、認定有効期限。 全日本民主医療機関連合会に加盟している。1981年熊本保養院跡地に、桑水病院を開設。内科、外科、産婦人科を標榜。救急病院告示。生活保護法医療機関指定。1982年から80床使用許可、精神科デイケア施設承認。 高血圧糖尿病患者交流集会、優生保護法指定医師承認1983年から88章、使用許可1984年から90章、使用許可、頭部 CT、スキャナー、投入1986年、小児科解説、運動療法施設認可、100章、認可1988年、全新 CT、投入1989 19年、 天内市共同入る1990年、入児検診、産種混後予防接種指定医療機関1992年、運善不免だけ災害地へ検診団、派遣1994年、副空教を買脳的出実開始1995年、阪神、淡路大震災急ご飯派遣、老人提起赤石1997年、 労働者健康保持増進サービス期間認定。ヘリカット CT 導入1999年。心臓血管増影装置設置。大動脈。バルーンパンピング法施設基準届けで受理。冠動脈増影開始記念レセプション2000年から。子育て健康生活サポート事業女性受ける。放射線科。CR システム導入2001年。有料集団給食施設として。 県知事表彰、肛門科外来診療開始、カルテ開示、介護保険実態調査実施2002年、睡眠時呼吸障害治療を開始、睡眠時無呼吸症候群市民公開講座開催2003年、臨床研修指定病院管理型承認2004年、病院リニューアル新館完成2006年、禁煙外来開始、知見審査委員会設置2007年マルチ CT、 導入2008年歯科解説、胸部検診者更新、パクス導入、警備内視鏡導入2009年無料、定額診療事業開始、重症療養環境加算7章6章に、変更2010年、労働者健康保持増進サービス期間認定2011年、厚生労働省チーム医療実証委託事業、メディカルダイエット、日本プライマリケア学会、 熊本民医連家庭プログラム熊本認定施設、秋雨世紀入院医療管理料10床を発床に、市民公開講座、SAS と、非満2012年医療法人から、社会医療法人に変更、d p c 導入の影響評価にかかる、調査準備病院、秋雨世紀入院医療管理料8床を6床に、92床を94床に、ヘッドアップティルド試験施設基準届で、 時間内歩行試験施設基準届で、睡眠医療センター開設、電子カルテ稼働2013年、糖尿病専門外来、循環器専門外来開始、背景ユニット入院医療4章届で、キャグ再稼働、指定自立支援医療機関、背景ユニット入院医療8章届で、維持透析開始、二次救急病院群臨番制病院及び救急国事病院、熊本県、 2020年5月17日閲覧。日本睡眠学会専門医療機関102機関。日本睡眠学会。2020年5月17日閲覧。全日本ミニレン事業所一覧。熊本県。全日本民主医療機関連合会。2020年5月17日閲覧。ABCDEFGHIJKLMNOPQ。熊本医療ナビ。 熊本県、2020年5月17日閲覧。ABCD 専門外来。桑水病院、2020年5月17日閲覧。ありがとうございます。